飯食らえば問題はないですが、やっぱりこう接待客しなきゃいけないっていうのは、それとすごいこれは難しいなと思います。だから何でも言ったら楽しいんで、やってみましょう。で、今度は2列になって、ボレーボレーで。